こんにちは。2022年に芸能生活35周年を迎え、今や大御所の貫禄も漂う坂本冬美さんです。安定感のある歌唱力と色気漂う眼差しの美しいビジュアルで、年齢を問わずファンを魅了しています。焼酎のイーチコのコマーシャルソングで焼酎ファンになった方もいたのではないでしょうか。今回は坂本冬美さんに浮上している子供の噂、歌手活動休業の理由と父親の交通事故などについてご紹介します。まずは坂本冬美さんのプロフィールから見ていきましょう。本名坂本冬美、1967年3月30日生まれの和歌山県西室郡上富田町の出身です。坂本冬美は中学時代の作文に将来の夢は演歌歌手になることと書いています。当時石川さゆりさんのファンだったそうです。五代夏子さん、藤あや子さんとは公私ともに親しく、双葉百合子さんの門下生の藤あや子さんとは特に親しく、ペンションを借りて一緒にゴルフ合宿している仲のようです。初恋の相手の影響でサザンオールスターズにも傾倒していたそうです。高校卒業後、和歌山で株式会社梅田に入社しますが、勤務の傍ら演歌歌手を目指して歌の練習のためカラオケ教室に通っていました。坂本冬美さんの和歌山に対する郷土愛は強いものがあります。だから梅干しにはこだわりを持ち、和歌山の南高梅以外は食べないそうです。塩梅、しそ梅、はちみつ梅の3種類の梅を和歌山から直送して会場で販売されています。1986年、 NHK の勝ち抜き歌謡天国和歌山県大会で名人となります。関西演歌大賞カラオケコンクールで優勝しています。勝ち抜き歌謡天国で歌唱指導をしていた猪俣正明さんからの勧めで上京します。1987年、暴れ太鼓でデビューします。暴れ太鼓は80万枚を超えるヒット曲となり、第29回レコード大賞など数々の賞を獲得しています。祝い酒、男の情はなどのヒット曲もあります。1990年にはのとはいらんかね、1991年には火の国の女、1994年には夜桜お七がヒットしています。お七の物語をもとに歌詞が作られていて、桜、桜と歌う坂本冬美さん、色気たっぷりですね。2009年にはまた君に恋してる、イーチコのコマーシャルソングとしてオンエアされます。アジアの海賊が A 面でリリースされたのですが、また君に恋してるも A 面扱いになりました。 TBS 系の中居正広のスマたちへに出演し、また君に恋してるを歌い、この効果もありオリコンで9位に上昇しています。この曲のヒットでイーチコの焼酎の売り上げも伸びたようですね。この曲のヒットで坂本冬美さんはポップスへの道を開いてくれたと話されています。この曲はある意味フォークソングと演歌のコラボレーションとして、坂本冬美さんの新境地を開いた曲だったと言えますね。そして今和の清志郎さんのおかげと感謝の言葉でした。2010年にはずっとあなたが好きでした、2020ブッダのように私は死んだ、この曲は坂本冬美さんがファンである桑田佳祐さんによる楽曲です。35周年の歌手活動を順風満帆の一言と振り返る坂本冬美さんです。その間、家族の不幸と自身の体調不良から歌手活動から遠ざかった時期はあるものの、確かに苦節何年はありません。デビュー2年目にして紅白歌合戦に初出場なのですごいですね。5年目からは座長も務めて演歌の枠にとどまらない活動をしています。細野晴臣さんや今和の清志郎さんとユニットを組み、ラブソングのカバー曲を発表して新境地を開拓しています。2022年には55歳を迎える坂本冬美さんは、私生活では独身を通していて、
結婚歴はありません。ですが、結婚したいと思ったことはもちろんあるとテレビ番組で告白しています。ではなぜゴールインに至らなかったかというと、演歌の仕事は地方営業が多く、結婚したいと思った時は多忙な仕事の時期でタイミングが合わなかったからのようです。その一方で、結婚は面倒くさいと本音を覗かせる坂本冬美さんです。ご本人の言葉からは、結婚願望はないわけではないけれど、それほど強くはないという感じですね。ちなみに以前は24歳で結婚するのが夢だったようです。最近は孤独死を心配していると打ち明けられています。独身で結婚はしていない坂本冬美さんですが、なぜか根強く噂として残っているのは子供がいるということです。実は坂本冬美さんは過去に星野仙一さんとの交際が噂されたことがありました。星野さんは妻の房子さんと死別した後、独身のまま他界されています。実は坂本冬美さんとの間に隠し子がいるという疑惑があるようです。発端は2003年に週刊誌が報じた2人の熱愛報道でした。坂本冬美さんは2002年3月から2003年4月までは芸能活動を一時休止しています。父親の交通事故死というショッキングな出来事と自分の病気が重なり、実家のある和歌山で療養生活を送っていました。突然の活動休止に加え、自宅売却などの行為は身辺整理と誤解され、重病説から死亡説まで様々な憶測が飛び交いました。その中の一つが隠し子出産のための休養ではないかという疑惑でした。二人は週刊誌の報道を事実無根として、星野仙一さんは激怒して法的措置を取るまでに発展しました。真偽は判明していないことから、真相は闇の中です。当時の状況から見ると、星野仙一さんの娘さんの情報と混同している可能性はあるようです。坂本冬美さんは三重県津市の病院で極秘出産し、子供は養子に出したとの噂がありました。星野仙一さんの娘さんは三重県津市の医師に嫁いでいるようなので、ここから誤解が生まれたと見て良さそうですね。人気演歌歌手が突然1年間も活動を休止すると、いろいろな憶測が飛び交うのは無理のないことかもしれません。独身を貫いている坂本冬美さんは2019年に放送された一周回って知らない話に出演し、10年間交際した彼と破局していたことを告白します。交際期間はいつ頃で、お相手はどんな男性だったかは明らかになっていません。10年間の交際は長いですから、おそらく結婚を意識していた時期もあったのではないでしょうか。順風満帆な芸能活動を続けている坂本冬美さんは、先日した通り一時期活動を休止した過去がありました。坂本冬美さんの一時活動休止には様々な噂が飛び交いました。その一時休止していた時期について、坂本冬美さんの話も交えて迫りたいと思います。坂本冬美さんはデビュー15周年という節目の年でした。2002年に芸能活動を休業し、引退ではなく活動を停止しました。しかし坂本冬美さんはそのまま本気で引退することを考えていたそうです。人気歌手として多忙を極め、立ち止まる時間がなかったと語っていますので、精神的な疲労が重なったことが理由でしょう。恩師だった子猪俣正明さんの妻に自宅を売却し、その後1年間休養していました。身辺整理をした上で旅行や温泉で休養し、持病の膵臓炎を治療するなどのんびりしていたようです。そして身辺整理をしたことで死亡説が飛び交った時期もありました。引退と思われ、坂本冬美さんの現状について様々な憶測が生じてしまいました。坂本冬美さんはそれだけ中途半端な形で休業してしまったのだと反省したと言われています。精神的に疲れていた坂本冬美さんは
知人に勧められてグランドキャニオンに旅行しました。落ち込んでいる中で目にしたグランドキャニオンの雄大な風景に感動し、自然に涙が流れたと語っています。そして悩むのはやめよう、なるようにしかならないと割り切り、考えをリセットできたと振り返っています。帰国後、実家のテレビで演歌歌手の双葉百合子さんが岸壁の母を歌う姿を目にします。その歌声に感動した坂本冬美さんは双葉百合子さんに手紙を書いたところ、自宅に招かれたそうです。自信喪失していた坂本冬美さんに対して双葉百合子さんは、歌の壁にぶつかった、あなたは成長していると励まされたそうです。立ち止まる時間がなかったからこそ壁にぶつかるのは当然。坂本冬美さんは立ち止まらず進み続けて、壁にぶつかったのは成長の証だと気づいたのでした。双葉百合子さんの温かい言葉に励まされ、彼女の元で歌のレッスンを開始します。そして休業から1年後、 NHK 歌謡コンサートで復帰します。年末には NHK 紅白歌合戦に出場し、デビュー曲暴れ太鼓を涙ながらに歌い上げました。休養で心身の健康を取り戻し、双葉百合子さんから励まされ、そのおかげで復活を遂げられたのでしょう。坂本冬美さんの休業とも関係している父親の交通事故についての情報です。坂本冬美さんの父親坂本正雄さんは、出稼ぎ、漁師、土木作業員など仕事を転々としていました。出稼ぎなど忙しい父親に代わり、母親の優子さんは娘がしっかり育つように厳しく育てます。だからこそ坂本冬美さんは厳しい母親よりも父親に甘えていたようです。坂本冬美さんは人気歌手となり、両親はきっと喜んでいたバズです。1997年、和歌山県内の海中から乗用車が引き上げられ、中から正雄さんの遺体が見つかりました。交通事故しか自殺かは不明でした。ショックを受けた坂本冬美さんは、この時期運悪く虫垂炎を発病していました。その直後から坂本冬美さんは活動休止に入りました。父親の死のショックと病気も重なり、引退を考えたのは間違いないでしょう。休業期間を有効に使い、双葉百合子さんからの励ましの言葉により、引退の危機を乗り越え、今では人生を謳歌している坂本冬美さんです。坂本冬美さんは素敵な豪邸で理想の生活を過ごされているようです。2020年日本テレビ火曜サプライズに出演し、豪邸を紹介されています。都内の一等地にある3階建ての一軒家で、リビングは30畳の広さで、ベランダだけでも20畳とのことですから、文字通りの豪邸ですね。さらに喉を守るために加湿器を3台設置しています。40数万円のマッサージ機もあり、悠々自適な暮らしを楽しんでいます。この豪邸は自ら設計に参加され、以前からの理想の豪邸を夢見て2016年頃に引っ越しされたようです。2020年には YouTube チャンネルを立ち上げました。コロナ流行後は自ら YouTube を通じて自主練習の風景も公開されています。自慢の豪邸にて悠々自適な生活を過ごされている坂本冬美さんですね。そんな坂本冬美さんは結婚されているのか気になる人も多いようです。2017年、後輩の演歌歌手の森山愛子さんに、自分より先に結婚してほしくないという意味を込めて、うちの事務所は恋愛禁止だと発言したところ、それを聞いた森山さんは、それは困るといった表情でした。2021年1月29日放送されたバラエティ番組5時に夢中にリモート出演し、初恋の相手を明かしました。番組終盤で、もし歌手になっていなかったら何をしていたかという視聴者から寄せられた質問に対し、初恋の山本くんの妻ですと回答されています。この山本さんは
地元和歌山出身で、ちなみに今も独身なんだとか。年に何回か連絡を取り合っている関係だそうです。機会があればコンサートも見に来てくれる関係だと照れながら話されていました。お互いに独身ということで、今後恋愛に発展する可能性もありますね。この山本さんの影響で坂本冬美さんはサザンオールスターズのファンになったそうです。そして桑田佳祐さんに曲を書き下ろしてもらうという長年の夢を叶えた坂本冬美さんです。ブッダのように私は死んだという曲です。2020年放送の音楽番組これまでにない曲、坂本冬美さんの新境地と話題に。 YouTube で公開されたミュージックビデオの再生回数は2021年2月現在170万回超え。何回も繰り返し聴いていられると多くの反響が寄せられています。また日程変更となった35周年記念の座長公演が2021年に開幕し、大阪新歌舞伎座でコンサートを敢行しました。コロナ禍の中で行われた舞台稽古はマスクとフェイスシールドをつけて万全の対策で臨んだそうです。 YouTuber としての活動も精力的に行っていて、自身のチャンネル坂本冬美には多数のミュージックビデオを投稿されています。自宅で歌を練習する映像などもアップされ、レアな坂本冬美さんの姿が見られると好評です。50歳を迎える坂本冬美さんは現在も歌手として第一線を走り続けています。今回は坂本冬美さんの一時活動休止されていた理由や、それに関連する子供の噂について、その真相に迫りました。子供のことに関しては可能性はないようです。また活動休止については、父親の死のショックや多忙な毎日から来るメンタル面の不調でした。坂本冬美さんは引退も考えた活動休止から、双葉百合子さんや様々な方からのサポートがあり、再び演歌歌手の道へ復帰されました。現在は演歌歌手だけでなく、固定概念に縛られず柔軟な活動をされ、活動の場も広がっています。プライベートでも良いニュースを期待したいですね。35周年を迎える坂本冬美さんですが、年齢を感じさせない若く色気のある容姿と歌唱力は魅力的ですね。最後まで動画をご視聴くださりありがとうございました。